ヨットハーバーの現状、死者3名、重傷2名です。破壊された船の破片に硝煙反応があり、ダイナマイトの爆発と思われます。はい、了解。ざま見ろ、俺にだってやれるんだ。逮捕された松本三郎は犯行を自供した。そして事件は落着したかに見えた。はい、こちらマット。ああ、ゴーですか。いますよ。おい、恋人からだぞ。恋人？うん。はい、ゴー。あ、なんだ、アキちゃんか。どうしたんだ。え、俺に会わせたい人がいる。私の友達でね、小野由紀子って人なの。ほら、この前のヨット爆破事件の人よ。ぜひゴーさんに会わせてくれって頼まれちゃってるの。なんか怪獣を見たとか言っちゃってね、かわいそうな暮らしをげちゃってるの。怪獣を見たって言うんなら会わないわけにいかないな。よし、すぐ行く。ゴーです。こちらお友達の小野由紀子です。怪獣を見たそうですね。ヨットに襲ってきたんです。おかしいな、あのヨットはダイナマイトで爆破されたはずだ。犯人も犯行を自供したでしょ。サブちゃんが仕掛けた爆弾はその後で爆発したんです。君は一週間もそのことを黙って、どうしてですか。答えたまえ。犯人は君を殺すためにダイナマイトを仕掛けた。そのために三人の若者が死に二人が傷を負った。君は今その犯人をかばうような発言をしている。ユキコさんとそのサブちゃんって子、幼馴染なのよ。一緒に東京に出てきたんですって。サブちゃんのことはどうだっていいんです。でも私は見たんです。黒い君の悪いものが空から。何をバカなこと言ってるんだ。松本三郎は僕たち二人の中を妬んでいた。婚約を発表したんで、それで逆上したんだ。全て奴のせいですよ。君は疲れてるんだよ。これから別荘行こう。なあに、青い海と戯れてればスカッとした気分になるさ。さあ行こう。失礼。
あの人 YM 工業の跡取り息子よ。ダイヤモンドに目がくらみってわけか。どうも由紀子さんの話。さあね、サブちゃんって子があんな恐ろしい犯罪を犯したんで気にしてるんじゃないかしら。一応調べて。坊さん、これは上からの圧力でできた傷だ。ダイナマイトは船の横で爆発したのだが、圧力は下から上の方にかかっていくはず。やはり何かが襲ったのだろうか。まるで雪だ。俺マットになんか弱ねえぜ。正直に答えてほしい。君は本当にヨットを自分の手で爆破したのか。当たり前だ。俺が一人でやったんだ。君の作った時限爆弾はそれほど威力がないはずだ。バカにすんな。俺が作ったんだ。一つ引っ掛けてな。そんなにユキコさんが憎いのか。憎いね。あいつ俺のことカッコ悪いから嫌いになったと言いやがった。ガキの頃からずっと一緒にいて結婚する約束をしてたんだ。俺はこれっぽっちも後悔なんかしちゃいねえぜ。死んで清々した気持ちよ。ユキコさんは死んじゃいないよ。困るな。それで言っちゃあとだから特別便宜を図ったって。おい、今言ったこと本当か。ユキコは生きてるんだな。横川は死んじゃいねえんだな。おい、むしろ喜ぶべきことじゃないでしょ。そうなんじゃねえ。奴らをこのまま元気にのさばらしておいてたまるか。出てけ。待ってくれ。俺がやったんじゃねえんだ。本当に言うとあれは怪獣がやったんだ。怪獣？そらかねえよ。黒いもんがよ。バカモン、意外なことを抜かすな。でも本当なんだ。信じてくれよ。信じてくれよ。出てけ。本当なんだ。俺じゃねえんだ。俺じゃねえんだ。空から黒いもんが。小野由紀子も同じこと。いや、別品を恋人に言いますと悲劇ですな。小野由紀子も同じ工場に勤めてたんですがね、ある日会長の息子、今の婚約者です、その目に留まって本社の秘書課に引っこ抜かれたってわけです。松本とそれは一緒になるつもりでいたんですからな、買ってくるわけです。失礼します。王さん、君の言ったこと調査してみたいんだ。協力してくれるね。ヨットハワイ行こう。あの夜のことを全部知りたいんだ。さあ。おい、待ちたまえ。あの事件は刑事事件として決着しているはずだ。それを今更ほじくり出してどうなるんだ。今一人の人間が死刑になるかどうかの瀬戸際に立っている。放ってはおけないよ。奴は三人の人間を殺している。死刑になって当然だ。君はこのことについて一週間悩んだはずだ。どうする。行くな。ゆき子さん、海岸で目を痛めた。その時ボートの排気ガスが赤くなっていたのはなぜか。どうなの。猛毒性のガスに目をやられたらしいんだ。ユキコさん、痛む。大丈夫よ。
しかしどうしてこんなことになったのかな。何を言う、君のせいじゃないか。大体マットが刑事件に首を突っ込むからこんなことになるんだ。郷さんを責めないで。ボートに近づいていったのは私よ。東京着陸10分前です。了解。あれは何だ。鳥だ。うわあ。マットは謎の事故を起こして墜落した旅客機についての調査を開始した。これがコントロールタワーでキャッチしたテープです。あれは何だ。鳥だ。鳥か。ゴーが扱ってる事件に関わりがありそうだな。旅客機の残骸の写真ができました。バラバラになってる。やはり何者かと激突したんだ。ゴー、旅客機を襲ったのがその鳥だとすると、ヨット事件との共通点は何だ。共通点、それは二つの事件が夜に起こっているということ。推測が許されるならば、そいつは夜行性で音に対して凶暴性を発揮する。音に対して。ヨットハーバーであのヨットだけが襲われたのは、パーティーで音楽を大きく出していたからだと思われます。旅客機の爆音もすごいもんな。はい、ゴー隊員、電話です。はい、はい、ゴーです。え、松本三郎が脱走した。まだここを知らんようです。ゴーさん。ああ、そうだよ。私怖い、殺されます。大丈夫、警察が警備してるよ。私を殺すためにサブちゃんは脱走したんでしょ。ヨット事件の確証がつかめそうなんだ。松本君にこれ以上犯罪を犯させないようにするからね。あ、待って、ゴーさん、行かないで。この間ゴーさんが海に来てくれた時、私はあなたを選びました。いつまでもそばにいて、お願い。ユキコさん、ゴー隊員の態度どう思う。どうって。朝から晩までああやってイチャついてるんだ。あんた恋人なんだろ。しっかり捕まえといてくれよ。困るよ本当に。よう、松本は逮捕されたのか。ゴー、ちょっと来てくれ。何か。実はな、今日 YM 工業の社長から抗議があってな。マットの隊員が息子の婚約者をそそのかして困ると言うんだ。調査に協力してもらってるだけです。心外だな。君の仕事熱心がそういうふうに受け取られては大変なマイナスだ。脱走犯は警察に任せて、君は会長を追うんだ。いいな。はい。南、上野、パトロールに出てくれ。はい。こちら南、現在パトロール中、異常なし。了解。
風なら雪降ってろ。あ、大変だ、ゴーさん知らせなくちゃ。一体何だろうな。何かの巣みたいね。ゆうべこの一帯を会長が飛んでいたんです。おそらくその鳥が作ったんだ。調べに行ってるんだから、それまであんまり触ったりしない方がいいんじゃないのか。ゴーさんは仕事仕事で、私たちのことなんて考えてないわよ。サガさん、雪がなくなるのにエンジンをかけないでください。お、何するの。これは雪なんかじゃない、排気ガスを加工すると猛毒になるんだ。ゴーさんが知ったことじゃないでしょ。バカ、一体どうしたって言うんだ。スナのアキちゃんはどこ行ったんだ。アキ、電話だぞ。ユキコさんからだ。あなたからゴーさんに伝えてほしいの。今降ってる雪、かすかに硫黄の匂いがするでしょ。うん、はい、わかったわ。じゃあそう伝えるわ。どうも。確かに硫黄の匂いがする。それから何て言ったんだ、ユキコさん。ヨットが襲われた時も同じ匂いがしたって。これで会長と雪がはっきり結びついた。しかしなぜ硫黄の匂いがするんだろう。ユキコさんは子供の頃登った硫黄山と同じ匂いがするって言ってたわ。火山だな。分かったぞ。こいつを運んでくる霧を遡り、噴火口を見つけりゃいいんだ。じゃあ俺は早速。気をつけろ。はい。東北あたりでは風花といってね、青空なのに雪がちらつく時がある。まるで花びらのようにひらひら舞うんだな。その風花を見ると、ああもう冬が来たんだなってそう思うんだ。悪島まではまだまだあるぞ。発動機起こそうや。目が潰れてしまってもいいのかい。このところこぎつけんからきついの。ほら、あれが悪島だ。悪島は悪魔の島っちゅうて、誰も近寄りもせん。お前さんは変わったお人じゃ。どうもありがとう。ね、
る悪島のコーツ、会長を発見しました。よし、直ちに出動する。さあ、大郊外の元を立つんだ。はい、はい。よし、噴火口にロケット弾を撃ち込め。奴が出ないうちに叩き潰すんだ。了解。テロチルスだ。東京にできた巨大な銀の城は一体何の目的で作られたのか。そして三郎に狙われる失明したユキコの運命は。ウルトラマンに変身した豪隊員はテロチルスとの壮烈な戦いを展開していた。した巨大な銀の城、何のために作られたのか。マット対大会長テロチルスの対決、我らがウルトラマンとの壮烈な空中戦が展開する。さあ、来週もみんなで見よう。